今日のエスタディオラモン・サンチェス・ピスファンはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはチャンピオンズリーグのグループステージ、セビージャがボルシア・ドルトムントと戦います。グループステージ序盤でリードできれば何よりなんですが、どちらのチームも初戦を落としてしまいましたね。両者ともにここは何としても勝ち点が欲しい試合ですから、激しい展開になりそうですね。先発メンバーです。ゴールキーパーゴノ、ジョアン・ジョルダンとフェルナンドが中盤の真ん中、そしてトップはエンネシリです。こちらがボルシア・ドルトムントの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。2005-2006 年シーズン、セビージャはヨーロッパでのカップ戦準決勝でシャルケと当たり、延長戦で決勝点を決めてゲームを制しました。あの1点は運命を変えたゴールとして語り継がれているようです。タックルで流れを切りました。スローインです。中にいいクロスが入ります。チャンスでしたがうまくいかせません。視野が広い。このボールを奪います。ここは一旦キーパーに戻します。アレハンドロ・ゴメスに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか？足首がびっくりするほど柔らかいんですよ。ボールが足に吸い付いているようです。真ん中にクロスを上げた。攻撃の流れを切ります。止めません。プレーは続いています。ドルトムントそのまま行きます。狙ってましたか。カットします。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。キーパーが簡単に対処しました。セバスティアン・ハラー、トーマス・ムニエ、ハラー、これはカードをもらっても仕方ありません。セビージャにイエローカードが出ました。そうですね、ちょっと気をつけなければいけません。ここはキーパーが積極的に出ました。この位置でカットした。素晴らしいスルーパス。
このシュートではキーパーのミスがなければ得点が入りません。セビーチェがボールを失う。味方もサポートに来る。相手がボールを奪い攻撃を止めました。エリック・ラメラ、中を狙ってきました。止めた。しかしボールが手についていない。しっかりとクリアして相手の得点チャンスを阻みました。しかしいい攻撃だっただけにキーパーに止められたのは悔しいでしょうね。これでまだ同点のままです。この位置でインターセプトします。サポーターの後押しが聞こえる。決まった。先制ゴールです。ちょっと言葉を失うようなプレーでしたね。不用意なパスを出したことでボールを取られ、そのままゴールを決められてしまいました。クリアという選択肢もあったんじゃないでしょうか。セバスティアン・ハラー、これはディフェンスの連携がいい。取った。ここはクリアします。ここで攻守が入れ替わります。ここは抜いてくるのか。さあどう動いてくるか。これは運がありません。わずかにバーの上。キーパーの頭の上を狙う判断は良かったですね。あとは精度だけです。セビージャにイエローカードが出ました。そうですね、ちょっと気をつけなければいけません。味方にパスを出します。ハラー、ボールをクリアしました。セビージャ、ここでボールロスト。ブラント、ポゼッション率を比べるとセビージャは相手にかなり劣っています。スコアはリードしているの。おっと、抜けそうですね。決まった。ここで追加点。リードを2点に広げます。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。さあ味方も連動して動いてくる。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。スローインとなります。エリック・ラメラ、セビージャ、ここは縦を突くでしょうか。強烈なタックルです。抜いた。周りを確認したい。オフサイドを取られました。ゴールの予感もあったんですけどね。アディショナルタイムは1分です。ここで前半終了のホイッスル。ハーフタイムです。後半のスタートです。前半はセビージャが相手を圧倒していました。ここまでは文句のつけようがないパフォーマンスを見せています。
審判はセビージャのフリーキックを指示します。中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。ここはパスミスになりました。ボールを失います。相手のチェックを受け、ここはキーパーに戻します。エムレジアン、いいパスが出ました。パスが通ったように見えましたが、どうやらオフサイドのようです。惜しいですね。絶妙なタイミングでした。本当に紙一重の差といったところでしょうか。ユセフ・エンネシリ、強烈なタックルで止めに行く。ドリブルで相手ゴールに迫ります。ボールは中の選手へ。ここはしっかりとゴールを決めました。しかしゴールキーパーは一体どうしたのでしょうか。ゴールを守る守備側の選手がいませんから、やすやすと得点しましたね。まだリードしていますが、監督としては今のシーンに問題を感じているでしょう。さあ、キックオフから試合再開です。1点差に追いついたドルトムント、選手たちの規制もさらに上がってきました。ディフェンスボールを奪います。ドリブルで進みます。さて、ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。マンチェスター、同点に追いつけるか。これはナイスタックル。危機を出し、ここでドルトムントが選手を交代します。中を狙うか。ディフェンスのチェックが厳しいですね。ヘディングは入りません。試合終了まであと30分あります。ボルシア・ドルトムント、パスをつなげない。ありがとうございます。他会場の試合経過をお伝えしました。繰り返しますと、マンチェスター・シティがゴールを決めました。これによりスコアは2対0と点差を広げることに成功しています。アウェイチームがボールをキープする時間が多くなっています。しかしながら効果的に攻められていないことが問題です。もっとピッチを広く使って相手を揺さぶっていかないと、同点へのチャンスは作り出せないでしょう。ボールがラインを割りました。コーナーキックです。ボールはエリアへ。このヘディングは枠の外へ。マークが厳しかったようですね。ジョアン・ジョルダン、ボールはスソへ。ここでボールを取り返します。前方に運びました。カウンターアタックのチャンスです。
福西さん、ボルシアドルトムントの次の試合ですが、次はマンチェスターシティです。ウェファチャンピオンズリーグの試合ですね。これは勝敗の予想ができません。すごいゲームになりそうです。ゴメス、このシュートは入りません。大きく外れていきました。ミスキックですかね。うまくミートできなかったんじゃないでしょうか。さて、ここで情報が入ってきました。マンチェスターシティの試合でスコアが動いたようです。はい、3ゴール目がマンチェスターシティに生まれました。現在スコアは3対0、時間は73分を過ぎたところです。ありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。ここは一気に攻め込んでいくのか。同点ゴールが来るか。ゴールが開いています。これは見事なゴールでしたが、ゴールキーパーがゴールマウスを開けていました。無人のゴールってどういうことなんでしょうか。これは外しようがないですね。こうなったら逆転まで行くしかないでしょう。スタンドからは歓声とため息がこだまします。アントニー・モデスト、さあ勝ち越しを目指して攻め立てます。これが最後のチャンスになるかもしれません。このコーナーキックが引き分けと勝ちを分けるかもしれません。ロイスのコーナー、これはクリアしきれないか。危ない場面でしたが間一髪シュートを阻止しました。よく相手の動きを読んでいました。モーゼス・サイモン、さあカウンターを仕掛けるか。ドリブルが止まりません。チャンスを生かすことができるか。1点リードにできるか。ポストに嫌われた。ゴールキーパーはポジショニングを誤ったか。しっかり得点を奪ったのは見事でしたが、キーパーどうしたのでしょうか。この距離でシュートを打たれたらゴールキーパーはどうしようもありません。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。現在1点のビハインドですが、時間がない中で同点のチャンスを作り出せるでしょうか。最後はキーパーがセーブしました。アディショナルタイムが3分追加されました。ドルトムント、タッチライン際を上がれそうです。ロイスへ、ここはタックルで回避。相手のシュートを許しません。ここで試合終了のホイッスル。セビージャに勝利の女神が微笑みました。初戦を落としていたので、この勝利でようやくサポーターも安心したんじゃないでしょうか。これで勝ち点を3としましたが、グループステージ突破にはまだ十分とは言えません。季節も気を引き締めて戦ってほしいですね。福西さん、それにしても今日のこの選手のプレーには目を見張るものがありましたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを